でも僕らからしたら素晴らしい自然フィールドがあってそしてあの今蔵さんなんてね日本でもナンバーワンの造船会社があってだから十分いろんな意味で可能性を持ってんじゃないかとやりようがあるんじゃないかというふうに思ったんですよね。それはややっっぱり僕は今今今治治治で FC 今治をやろうとと思った時にななならいろんな可能性があるなとこう 一瞬につかなんかパッと全体像がやっぱり野外フィールドだったりこうやっぱり造船船の町だったらそういう船の町からどんどん人が来るんじゃないかっていうなんかそういう海賊例えば海賊リーグとかね海賊の都市同士が結んだ海賊リーグなんとかそういうイメージがポッと湧いたんですよ現実的じゃないんですけどねそういう意味ではものすごく可能性があると思うんですよね。今場合の人って ちょっと変わったところっていうのはなんか今治という途中をすごい愛してるし大事にしてんだけど何というのかな別に俺いらここだけじゃないもっと地球上全部とまでは言わないけどもっとひどいエリアが俺たちのホームタウンだぐらいのねなんか海賊がこう海に出ていって海なんてどこまででもそんな仕切りはないんだっていうようなそういうイメージがあるから。 だから今蔵さんにしてもタオルにしても県ととか東京を経由ししなないいでで直接海外出ていきますすよよねここれ結構珍しいことなんですよみんな松山だったり東京大阪なんかを経由して世界へ出ていくんだけど直接そのまま世界とつながってるっていうのはこれはここの人の気質なのかなっていう気がしましたけどね僕はね。えー まあ、あの我々の企業理念というのが次世代にものの豊かさより心の豊かさを大切にする社会を残すことに貢献するとなんでサッカークラブがそんなことを言うんだと、えー、皆さんよく言われるんですけど、まあ、僕の活動野外体験活動環境教育活動、まあ、野外体験活動は今度今晩でもやりますけど、まあ、そういうの全て原点は一緒で、まあ、自分の3人の子どもたち 彼らにどういううい社会を残すんだろうと一人の父親として僕は高度成長そして70年戦争のない最高の時代を生きてきたんだけど自分の子どもたちに1,000兆円の財政赤字年金破綻隣国との緊張環境破壊このまま俺死んでいっていいんだろうかとあのアースランドに自然塾ってありますよねあの最後に石碑が築いてあって。 そこにはネイティブアメリカ・ンアメリカインディアンに伝わる言葉を書いてあるんですけどそれは地球は子孫から借りててていいるるものって書いてあるんですよ地球はご先祖様から引き継いだもんじゃなくて未来に生きる子どもたちから借りてるもんだと借りてるものは壊したり汚したり傷つけちゃいけないとこれをネイティブアメリカンが今でも伝えてるんですよ。ところが文明人という我々は今の経済今日の何々ってみんな 未来の子どもたちのためにどうするかって考えれば、いろんな問題、社会問題も結構解決するんですよ。ところがそれができてない。少しでもそういうことに貢献できないかっていう活動の一つがこの今杯の活動でもあるんで、僕が20年後に象徴的なシーンって思い浮かべるのは、やっぱり素晴らしい複合型スタジアムができてて、おじいちゃんが孫の手を引っ張ってきて。 おじいちゃんんののこのできると寄付したんだとその名札があそこに貼ってあるんだとこう孫にこう説明しているような姿なんかそういう町になっていかないかなっていう気はしてますね。ええ